小西洋之君。立憲民主社民の小西です。自民党派閥の裏金問題について岸田総理に質問いたします。まず岸田総理、派閥幹部の疑惑から質問をいたしますけれども、衆議院の政倫審でですね、塩谷先生また西村先生のこの安倍派が22年の8月以降いつキックバック等を再開したのか見解が分かれています。ですので岸田総理に質問通告をいたしました。安倍派の7幹部ですね、世耕先生参議院いらっしゃいますけれども、7幹部にいつキックバックが2022年の8月以降再開されたのか、その事実関係を確認の上この予算委員会で答弁するように質問通告してますので、事実関係を答弁してください。岸田内閣総理大臣。ご指摘の点については、事実の究明、等の聞き取り調査等さまざまな実態把握のための努力を続けておりますが、今の点については確認ができておりません。小西君。岸田総理としてこの予算委員会の質問通告を受けて安倍派の7幹部に確認をしたのか、その事実関係を答えてください。岸田内閣総理大臣。幹部への確認でありますが、党として行った聞き取り調査、まさに私の指示によって党幹部と外部の弁護士等が参加する形で聞き取り調査を行いました。その調査の中でご指摘の点については確認をされていません。それを確認しましょうということでありますので申し上げます。小西君。いやだからその聞き取り、自民党の聞き取り調査で確認してないのはもう分かってますよ。何度も記者総理答弁してる。なので岸田総理総裁として、自民党の総裁として国民に説明責任、しかもこれ脱税疑惑がかかってるわけです。3月15日で確定申告は終わります。今国民の皆さんは必死の思いで苦しい暮らしの中で税金を納めようとしています。脱税をしてるんじゃないのか、そうした疑惑があるわけでございます。なぜ岸田総理は派閥の7幹部に確認をしないんですか。派閥の7幹部が怖いからですか。岸田内閣総理大臣。今の点はこの今回の事案に対する、経緯に対する質問であると思いますが、要は今おっしゃったように、この今回の事案に関係者が本質に関していないか、脱税をしていないか、こういった点を確認するというようなことであると思います。その点について党の調査としても確認をした上で、個人的なこの接種を受けていた人間はいないか、あるいは確認されていないかでありますし、そもそも今回については、警察において、この不在につきまして、法律に基づいて立証するものは処理を行った、調査を行った上で処理するものは処理をした、こういったことであります。その上で、調査を行った人間は危険されたものがないと承知をしています。その点について確認をした、これを申し上げています。それに至る経緯については今ご質問があった点、これは確認できていないと申し上げております。速記を止めてください。岸田内閣総理大臣。はい、政倫審の発言の食い違いについて、私自身また党としても実態把握に努めていますが、今現在確認はできておりません。小西君。3度目の質問です。質問通告をきちんとしています。安倍派において22年の8月以降いつキックバックなどが再開されたのか、安倍派の7幹部に岸田総理が確認をしてこの予算委員会で答弁して国民に説明責任を果たすことを質問通告しています。なぜ安倍派の7幹部に確認すらしていないのか、その理由について答えてください。3度目の質問です。岸田内閣総理大臣。党として事実確認をの努力を続けていますが、今現在確認できていないと申し上げております。小西君。その党としての事実関係の確認の努力ですね、それになぜ自民党の総裁である岸田総理が先頭に立って安倍派の7幹部に確認してこの予算委員会で答弁しないのか、国会と国民に説明責任を果たさないのか、その確認しない理由を答えてください。4回目です。岸田内閣総理大臣。この今の事案につきましては、関係者、まだ収支報告の修正等が行われつつある、こういった状況にあります。実態の把握がこれ今も続けられているさなかであります。その中にあって、さまざまな点がご指摘受けておりますが、今の点については確認ができていないと申し上げております。小西君。2つの安倍派と二階派の収支報告の訂正は終わり、安倍派7幹部の収支報告の訂正は終わっています。収支報告の訂正がなされていない議員がいることは理由になりません。なぜ確認しないのか答えてください。5回目です。岸田内閣総理大臣。確認の努力は続けておりますし、これからも続けてまいります。しかし今現在確認できていないと申し上げております。